俺の名前は、ターくんそう。俺は今戦争しているが、毎日のようになってるわけではない。俺の組織ある場所は、めちゃくちゃ、離れているかあまり、戦えない。それで、今回は、俺の裏の顔を見せて、人類史上最強の男、俺よりも強いけど、俺は人類を最も最強と言われるギャンブラーだ。裏の顔が依存症ではない1ヶ月に1回ぐらい、ストレスを解消のためにギャンブルをして、俺に勝てる間はない。そして今回はストレスを発散するため、ギャンブルに来た。相手はこいつまあ俺よりも弱いのに決まっている。そして今回やるのはこれだ。これに勝てれば俺の、あとみんなは、絶対キャンプになっちゃダメ。ギャンブル、なんかやったら依存症になって人生が狂うことになり皆様、やらないでください。これが、YouTube、動画だけど現実でやってはいけません。人によっては、俺が狙ってた5番が1位、取ったぞ。やったやった、これはギャンブル。カイト競馬のチートって言われてるほど、うまいんだ。今回はここまでにしよう。またいつかやろう。